クラスのルールです。日本語のみ使用してください。講義テーマについて先生の指導に沿って会話を練習しましょう。話さないときはマイクをオフにしてください。今日の授業を完了した後、あなたができることはテーマに関する語彙を理解できる、テーマについてうまく表現できる、語彙や文章などを正確に発音できるです。語彙に入ります。まず読みますので聞いていてください。左上からいきます。インターネット、付き合う、フェイスブック、状況、失うですね。ではクオンさん、5個読んでもらっていいですか？はい。インターネット、付き合う、フェイスブック、状況、失う。いいですね。インターネットって言ってたので、インターネットイありンますターか？ネット。大丈夫ですね。わからない言葉ないですか？はい。はい、いえ。じゃあ次は、ハーさん、お願いします。インターネット、付き合う、フェイスブック、容器を、失う。そうですね。大丈夫ですね。状況だけちょっと言いにくいですね。状況。容器を。日本語は、うが入ってますね。うって入ってるけど、頑張って、このうを言わなくてもいいです。容器を。状況って伸ばせますか？状況。状況。言えますか？うって書いてあるところは、頑張って読まなくても、伸ばせばいいですね。状況。いけます。はい。状況。難しいですね。でも大丈夫ですよ。はい。じゃあ次、トゥイさんお願いします。インターネット、付き合う、フェイスブック、臓器を失う。いいですね。発音上手ですね。イントネーション。状況じゃなくて、上がる？状況、状況、ちょっと上がります。状況、言えますか？状況、そうですね。状況、状況、状そ況。のままかな。 ちょっと難しいけど、それで OK です。大丈夫ですね。はい、毎日練習します。頑張ってください。はい、頑偉い張りでますす。ね。じゃあ次、アンさんお願いします。はい。インターネット、付き合う、フェイスブック、状況、失う。上手ですね。あれ？あれ？群馬には何年住んでますか？もう1年間になりました。1年間なんだ。上手ですね、日本語。あれ失う。は、失う？大丈夫？意味。大丈夫。お酒飲むと失う、失う。それね。そう、失うかもよ。お酒飲むと、失うかも。か気でもす。しれません。気を失う。気じゃない。これね。気を失うかもしれませんね。そうですね。いいイでスすキね。じゃ意じゃ識も他の OK。が、意識。意識を失うかも意しれ識ませだん。ね。気を失うは違うかもね。意識かな。意識、意識ね。意識を失うかもしれませんね。気をつけてくださいね。で大は、丈夫、大大丈丈夫夫？ね。大丈夫ね。OK。違う、されいたよ。じゃあ次いきますよ。話題を挙げるに入ります。私がまず、黄緑色の吹き出しの中を読みますので、皆さんは青い吹き出しの方を参考にしてお話をしてください。ではまずは、クオンさん。はい。最近友達と連絡を取ったのはいつですか？3ヶ月前です。3ヶ月。その時、私は田舎へ帰った日で、友達に会う、
友達に会っていきました。うん、あ、そうだったんですね。田舎に帰ったんですね。そしたら3ヶ月前です。私は、あ、その時、待ってね、あ、に注意で、うん、私は田舎に帰って、はい、友達と会いましたでもいいですね。わかる？はい。3ヶ月前です。私は田舎に帰って友達と会いましたですね。このか田舎とか漢字読めるかな？大丈夫かな？あ、大丈夫です。田舎。はい。いいですね。じゃあ次、ハーさん。最近友達と連絡を取ったのはいつですか？1ヶ月前です。1ヶ月前ですね。彼女は私の高校のクラスメートルです。3年間ぐらい彼女とあのに住んでいました。3年間ぐらい何？4年間ぐらい。4年間ぐらい？彼女とあのに住んでいました。ああ、そうなんだ。はい。卒業してから私は台北へ帰りました。彼女はハノイで働いています。時々、彼女は台北で家へ帰るとき私たちは一緒に遊びます。あー、そっかそっか、わかりました。そしたらまず彼女は私の高校のクラスメイトですね。クラスメイト。あ、はい。クラスメイトですね。で、4年間ぐらい一緒に住んでて、今はバラバラに暮らしていますね。今は、私は台北に住んでいます。うん。そうですよね。彼女はハノイで、働きます。そうですよね。そしたらちょっと簡単にしてみると、4年間一緒に住んでいましたが今は別々に暮らしていますね。はい、うん、それでも OK なんですよ。簡単にするとこうなります。別々に暮らしていて、でどんな時に会うんでしたっけ？はい、別々に暮らしていて1ヶ月前にどこで会ったんですか？すみません、もう一度お願いします。1ヶ月前に、あ、はい、どこで会いましたか？彼女と。喫茶店です。喫茶店で？どこの？ハノイ？台北。台北？うん、で会ったんですね。そっか、じゃあたまに会うんですね。はい、言いました。ここまでわからないことありますか？いえ。大丈夫？クラスメートっていう単語以外は全部上手に言えていたので OK です。別の言い方を書いてみたので参考にしてくださいね。では次、はい、ルイさん。はい。はい、友達と連絡を取ったのはいつですか？今もう1年間日本へ来ましたので、一番最近は1年前にお別れ会で友達と話しました。そうか、友達と話しました。お別れ会が一番最近なんですね。はい。そしたら、これは今もう1年間日本に来ましたのでは、そうね、今もう使うなら、今はもう日本にいるので、今はもうじゃあ連絡取ってないですか？今はもう友達と連絡を取っていないですか？います。取ってる？ああ、そうなのね。そしたら連絡は、これね、連絡を取ったのはいつですか？だからメールでも、Facebook でも、何でもいいから、
連絡を取ったのはいつですか？昨日？おととい？3ヶ月前に。時々。はい、うん。毎日じゃない。毎日じゃない。じゃあ、本当に時々連絡を取りますね。時々連絡を取ります。今はもう日本にいるので、最後に会ったのは、お別れ会の時ですね。はい。言うといいですね。時々連絡を取ります。今はもう日本にいるので、最後に会ったのはお別れ会の時です。わかりますか？はい、わかります。はい、じゃあ次、アンさん。はい。アンさんは連絡取ったのはいつですか？はい。あ、はい。大丈夫？はい、大丈夫。1年間以上です。1年間以上。あ、1年以上前ってこと？ 1 年以上前ですか？はい。うん、1年以上前ですね。ずいぶん、だいぶ経ちましたね。そう。あんまりじゃあ、今は、ベトナムのお友達とは連絡取ってないですね。取っています。どういうことですか？どういうこと？1年じゃない？ 1 日？それとも1ヶ月？1ヶ月。1ヶ月？はい、1ヶ月、1回、2回ほど連絡している。結構取ってるじゃないですか。1ヶ月に1、2回ですね。はい。1、2回ほど。2回ほどね。はい。連絡取ってますね。はい。さっきの1年以上前は何ですか？どういう意味ですか？日本へ来る前に、1年以上前です。ああ、そうね。そういうことか。はい、つまり、はい、最後に会ったのはですね。そうです。最後に会ったのは1年以上前ですね。そう。うん。今ね、一番最初に質問をしたのが、友達と連絡を取ったのはいつですか？だから、まず最初に1ヶ月に1、2回ほど連絡を取っていますと言ってください。はい、で、その後に、はい、日本にね、来る前に最後に会ったのは1年以上前ですね。はい。うん、あ、先生、他の質問は、うん、友達と連絡したのはいつですか？いいですか？うん、友達と連絡をしたのはいつですか？うん、OKOK です。連絡を取ったでも、はい、連絡をしたでも、はい、どっちでも大丈夫。はい。大丈夫ですね。はい、はい、そう、取ります。取ります。ロシ取ります。本当に意味たくさんあるね。はい、そうです。そうですね。撮るっていっぱいありますね。物を撮るとかね。写真を撮るとかなんかいろいろありますよね。はい、日本言葉。日本言葉は、はい、意味たくさんあるね。頑張ってください。はい、じゃあ次に行きますね。はい、はい、じゃあ最初に戻って、クオンさんです。はい。はい、お友達とはまだ連絡を取っていますか？はい、まだ連絡をしています。今私は友達と他のところで働いています。だから1年間に3回会う気持ちです。そうなんですね。今私は友達と他のところで働いてます。私は友達とだと友達と一緒に働いていることになりますので、違うよね。多分一緒には働いてないですね。はい。じゃあ今私と友達あ間違ってなかった。友達は別々に。はい、別々のところ別々の
ところで働いてますですね。働いています。で、あとは、だから1年間に3回会うつもりです。だからっていうと、理由になるので、理由ではないから、1年間に3回は会いたいですかな。わかりました。1年間に3回は会いたいです。または、だいたい年に、年にって言いますね。年に3回は会っていますか？どっちかですね。会いたい気持ちの方だったら1年間に3回は会いたいです。実際に3回ね、毎年会ってるような感じでしたら、だいたい年に3回は会っています。どっちかを使ってください。わかりますか？はい、わかりました。先生、ありがとうございます。はい、じゃあ次、ハーさん。はい、母さんはまだ連絡取ってますか？はい、まだ連絡しています。時々彼女は電話をかけて歌を歌うとか、はい、私は頼みの天気にしてきとか、ハノイの天気に、はい、何で聞いて、ついて、聞きます。あ、そっかそっか、そうだよね。わかりました。そうしたら時々ハノイに電話をかけて歌を歌うんですね。あ、2人で一人で、母さんが歌うんですか？いえ、彼女は歌う。あ、彼女が歌うのね。母さんは歌う？いえ、母さん歌わない。じゃあ、時々ハノイに電話をかけるのは彼女ですか？母さんですか？あ、彼女です。彼女ね。私はハノイの天気について聞きます。電話をかけるのは彼女なの、彼女ですね。じゃあ時々、じゃあハノイから電話がかかってきますね。時々ハノイから、はい、まあハノイからハノイにいる彼女からでもいいですね。ハノイにいる彼女から電話がかかってきます。彼女は電話越しって言いますね。直接会ってなくて電話を通じて話していますね。彼女は電話越しに歌を歌ってくれますですね。面白いですね。わかりますか、意味、電話越し。え、聞こえません。あ、大丈夫。もしもし、聞こえない？あ、はい、大丈夫ですか？聞こえました、はい。彼女は電話越しに歌を歌ってくれます。今聞こえます。わかる？意味わかりますか？大丈夫かな。あ、はい、大丈夫です、はいはい。なんか後でね、今電話ね途切れちゃったみたいだから、通話途切れたみたいだから、わかんないことあったら後で聞いてくださいね。じゃあ次、トイさん。はい、さん、まだ連絡取ってますか？日本へ来た後で、毎日仕事は忙しくて時間がないので、あんまり連絡をしていません。あ、そうかそうか、忙しいですもんね。はい、でも時々2、3ヶ月ぐらい1回しか Facebook で連絡しません。でも時々2、3回、 2、3ヶ月、2、3ヶ月ね。はい、ぐらい、3ヶ月に1回ぐらい、1回ぐらいしか、はい、Facebook で連絡しません。
ああ、そうなのね。Facebook で連絡しません。OK。じゃあちょっと直せるとこ直しましょうね。日本へ来た後で、毎日は仕事が忙しい。そうね、日本に来てからですね。日本に来てから。来てから。日本に来てから毎日仕事がかな。仕事がはがが、が、毎日仕事が。あ、でもどっちでもいいんですけど、こっちの方が、あの、日本語として綺麗かな。毎日仕事が。はい、の方がいいです。うん、忙しくて時間がないので、あんまり連絡をしていませんですね。はい、でも時々、2、3ヶ月に1回ぐらいしか Facebook で連絡をしませんわ。でもが入るんだったらね、うん、でも、時々でいいかな、時々 Facebook で連絡を取りますって言いますね、デモが入るなら。でも時々 Facebook で連絡を取ります。デモを使わないんだったら、はい、2、3ヶ月に1回ぐらいは、あ、2、3ヶ月に1回 Facebook で連絡を取る程度ですとかね、はい、連絡を取る程度ですとか。わかります。程度。まあ、それくらいしか取りませんっていうことを、この程度ですっていうふうに言いますね。ちょっと難しいね。はい。はい。さあ、あと、例、程度、意味は、インターネットで調べます。はい。うんうん、大丈夫です。大丈夫ですね。はい。じゃあ次、アンさん。はい。はい、アンさん、まだ連絡取ってますか？はい、取ってます。取ってますか？うん。そう、取ってます。もちろんよ。もちろん、友達だからね。はい。はい。あ、そっか。クラス？あ、違う。あ、違う。幼なじみの友人から。うんうんうん。友人から？取っています。あ、オッケーオッケー。じゃあ幼なじみの友人が連絡をくれますか？くれます。そうね、じゃあ幼なじみの友人から連絡が来ますかな。はい。それか幼なじみの友人から連絡を取ってくれますとかね。はい。がかな、幼なじみの友人から連絡が来ますがいいかな、うん。これでいいですね。幼なじみの友人から連絡が来ます、いいですね。1ヶ月に 1,2 回くらい。あ、 1回2回ほど、うん、連絡が1回2回、うん、はい、はい、1ヶ月中、うん、1回2回ほど連絡しています。連絡してますね。はい、日本、はい、日本へ来て、うん、日本へ来て以来、うん、ずっと Facebook で連絡している。ああ、そうなんですね。連絡をしてね。はい、携帯電話、はい、携帯電話かけてではなく、あ、Facebook で連絡している。ああ、そうですね。携帯電話ではなくてですね。はい、携帯電話ではなく、電話ではなく、はい、Facebook で連絡を取ってますね。はい。うん、OK です。では、次に行きますね。はい、戻ります。クオンさん。はい。はい、何を使って連絡を取っていますか？連絡をしてますか？はい、私にとっては、Facebook と電話、あ、携帯電話、先生すみません。うん。何ですか？私にとっては Facebook と、うん、携帯電話を使って連絡しています。あ、OK。携帯電話を使って連絡をしてますね。はい。あ、Facebook で、違うのは、ピンリラシーの無料ですから。あ、そうですね。はい、ね、連絡のは、あの、Facebook を違う、に限ります。
オッケー。じゃあちょっと書いていきますね。はい、私にとっては Facebook と携帯電話を使って連絡をしています。私にとってはを使うんだったら、私にとっての、そうだ、難しいな。これはね、私にとっての連絡手段は、かな？ Facebook と携帯電話ですね。はい、携帯電話です。それか、私にとってはを使わないんだったら、Facebook と携帯電話を使って連絡をしています。私にとってはを使うとちょっと難しくなっちゃうので、言い方が。普通にそのまま言ってもいいですね。で、もう一個、Facebook で使うのは便利だし、Facebook は便利だしでもいいかもしれないな。Facebook は、無料で便利なので、連絡は Facebook に限ります。はい、使うのはを入れなくても大丈夫ですね。はい、大丈夫です。短くできるので、Facebook は無料で便利なので、連絡は Facebook に限ります。短くなりますね。わかりますか？はいはい、わかります。はい、です。じゃあ次、母さん。はい。はい、何を使って連絡をしていますか？Facebook と携帯電話を使って、連絡しています。使って連絡をしていますね。Facebook? 時々、はい、時々何？時々私はハノイへ行きます。ハノイへ行きます。あ、今週の週末、私もハノイへ行く予定です。東京の週末？ハノイ。ハノイに？すみません、今週の週末、今週？そうなの？へ行く予定です。わあ、いいですね。そうか。昨日は彼女にかけました。彼女にか？数え？かけました？はい。OK。じゃあここまで変えますね。今週の週末でもいいし、こっちでもいいんですけど、今週末でもいいです。今週末。今週末、ハノイに行く予定です。私もっていうと、誰かも行く場合は私もって言うんですが、この場合はね、今週末ハノイに行く予定ですでいいかな？わかりますか？私もっていうと、誰かに続いてね、言うときに使えますので。じゃあもう一個は、移動は彼女にかけました。車とかの移動ですか？移動？すみません。彼女にかけました。昨日。昨日彼女にかけました。はい、OK。 昨日かけたっていうのは電話ですか？はい。そしたらかけましただけだと、どういう何をかけたのかがわからないのね。電話だったりとか、なんか例えば布をかけるとかね、いろいろかけるっていう言葉を使うので、昨日彼女に電話をかけましたっていうとわかりやすいですね。わかりますか？大丈夫ですか？はい。はい。では次、トゥイさん。はい。はい。何を使って連絡をしますか？ほとんどベトナム人は家族と友人とFacebook で、Zalo で連絡
取ります。Facebook でザ、ザロー。ザロー。はい。ザローって何？ザローはベトナム人あのあライン、ライン。ラインみたいなの、はい、ああ、そうか、ザロー。うん、うん。ザローはベトナム人の。うんうん。Facebook とザローはインターネットで使われます。うん、ザローはインターネットで使われます。はい、それ、うん、お金をいらないし、そうですね。無料だし、それにとても便利です。OK。とても便利ですね。じゃあ少し直しますね。おー。はい。ほとんどベトナム人は家族と友人と Facebook とザローで連絡を取ってるんですよね。で、ここはいいか。ここは言えてたので OK で、Facebook でとザローはインターネットで使われます。そうですね。で、これも大丈夫だな。あ、そうだ、最後の文章だけですね。お金いらないし、無料だし、とても便利です。お金いらないと無料が同じ意味なので、どっちかで大丈夫ですね。どっちか、お金いらないしか、無料だしのどっちかを使いましょう。わかりますか？はい、もう先生、もう一度説明して、説明いただけませんか？はい。お金いらないしと無料だしは同じ意味。そうそう。だからどっちかを使ってください。で、あとはベトナム人の LINE に似てるっていう言葉ですけど、待ってね、ザローは、ベトナム人、日本で言う、日本の、はい、日本じゃないか LINE って中国だっけ？日本で言う。うん、まあ LINE に似てるって言えばいいかな。 LINE に似ています。日本だと、はい、日本で言うと LINE に似ていますね。はいはいはい、うん、ベトナム人はみんなザローを使っていますね、はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、じゃあ次アンさん。はいはい、何を使って連絡をしていますか？はい、あ、Facebook、はい、Facebook とザローで使っているんです。うん、ザローで使ってまいるんです。はい。そしたら、同じ第三の答えです。うん、そうですね。Facebook とザローを使っていますがいいですね。を使っています。はい、ザローっていうのは、いつから使ってるんですか？何年前から使ってますか？あ、覚えていません。覚えていません。そうだよね。あ、はい、あまり使わないよ。あまり使わないんですか？そうです。だいたい Facebook ね。ああ、そうなんだ。うーん、じゃあ割と新しいサービスなんですかね。新しいサービス？そうですね。わかりました。はい、では、次に行きましょうかね。あ、まだ2個もある。急げ。はい、コーンさん。はい。はい、友達と会ったとき、どんな話をしますか？あ、友達と会ったとき、私たちは、日常の仕事と生活に関する話します、うん。生活に関する話します。はい、話すほどだんだん関係が良くなります。オッケー。じゃあここまでちょっと直しますね。私たちは日常の仕事、そうね、仕事はもう多分日常だと思うので、仕事と生活に関して
話しますですね。関しての話をしますがいいかな。仕事と生活に関しての話をします。わかりますか？はい。と、そうですね。話すほどに関係がだんだん良くなりますね。話すほどにだんだん関係が良くなります。まあ、にはあってもなくてもいいですね。上手に話せてます。ここまで大丈夫ですか？はい。はい。じゃあ、次は、ハーさん。どんな話をしますか？すみません、後ろお願いします。あ、ごめんね、聞こえないかな。どんな話をしますか？あ、はい。私は、なんか仕事と生活。仕事と、はい、生活について話します。仕事と生活について話しますね。生活については何を話しますか？恋人とか、夫とか話します。夫？男？夫？夫。本当ね。話します。オッケー。そうですね。そうだよね。大体女の子はそうですね。恋人や、旦那さん、夫についてかな。夫について、夫のことを、はい、夫のことを話しますですね。わかりますか？わかります。はい。オッケー。じゃあ次、トゥリさん。はい。はい、元気ですね。友達と会ったとき、どんな話をしますか？はい、友達と会ったとき、よくビールを飲みながら、仕事をと、生活について話します。そうね、そうね。いいですね。ビールを飲みながらね。で、はい、これは、よくの後に和はつかないので、よくビールを飲みながらですね。わかりますか？はい、よくビールを飲みながら。はい、あ、そうそう、OK です。うん、いいですね。で、次、アンさん。はい、はい、いいねって、はい、大きい声いいね。ねえ、大きい声いいですね。素敵ですね。すみません、すみません。はい、すみません、ね、ちょっと待って。本番の人は、今、あれ、打るの大変。あれ、すみません。あ、không có gì đâu。いや、でも、打る、だって、今、もう、ngủ、tự sự của thế này、thế nó hứng ảnh。戻ります。はい、何言ったんですか？楽しいこと、はい、楽しいこと。ならいいね、いいですね。はい、楽しいこと言ったよ。戻ってどんな話をしますか？いっぱい、はい、いっぱい話していましょう。はい、生活中の楽しいこととか。世界中の悲しいこととか いろいろ、はい、いろんな、はい、いろんなことを話していました、うんうん、楽しいこと悲しいことは多分絶対生活のことだから、はい、そのまま言えばいいですね。楽しいことや悲しいことなど、はい、話して、はい、いろんなことを話しますね。はい、でも、大体、うん、はい、友達会った時、うん、大体お酒飲んでいましたよ。あ、そうね。はい、私お酒勧めていたらお酒注意でいたら
あ、たくさん飲みました。たくさん飲んだ。お酒、はいはい、お酒飲むとめまいがする。危ないですね。はい、でもお酒いっぱいすぎるなら意識を失うかもしれません。はい、それ最初から言ってますね。はい、お酒をいっぱいすぎるのは無理よ。そうですね。お酒を勧めていたら、お酒を勧めたのはお友達ですか？そうです。あ、そう、じゃあ、お酒を勧められてたくさん飲みましたね。はい。友達にお酒を勧められてたくさん飲みました。危ないです。気をつけてください。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。じゃあ、お酒、注いでいたら、お酒飲みました。継がれたの？そう、継がれたが楽しいです。あ、楽しいですね。じゃあ、お酒をお互いに継いで？注いで。お互いに継いで、たくさん飲みましたね。そうです。カレーには水がいたの？いいですね。はい、ちょっと厳しい。はい、ちょっと自分の厳しいが、お酒すぎる。お酒いっぱいすぎるなら、はい、意識が失うかもしれない。はい、まだ言ってる。はい、それは無理よ。それは無理よ。そうですね。お酒、はい、ちょっと、自分の厳しいは、ちょっと、お酒を、飲みすぎるのは自分にはまあきついですね。きつい。厳しい。きつい。厳しい。同じ意味。ああ、わかりました。ね、お酒を飲みすぎるのは自分にはきついですね。はい。厳しいですね。はい。じゃあ次に行きますね。ここまでで終わりかな、やっと。コーンさん。はい。はい。もう連絡をしていない友達に会いたいですか？はい、ぜひ会ったです。会ったら何を聞きたいですか？もし会ったら、友達に食べ物や飲み物などを連れて行ってほしいです。連れて行ってほしいんですね。はい。連れて行ってあげるんじゃなくて、友達に連れて行ってほしいですね。そしたら、友達に、まあ、美味しい料理を、難しいね。友達に、美味しいところにって言いますね、日本語で。はい、美味しいところに連れて行ってほしいですね。まあ、美味しいところって言えば、ご飯が美味しいお店ってわかりますね。あ、はい。が美味しいお店を美味しいところって言いますね。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、じゃあ、今日内容ここまでなんですけど、わからないことや質問はありますか？はい、いえ、ありません。はい、大丈夫ですね。ありがとうございます。はい、では次、ハーさん。はい、もう連絡してない友達には会いたいですか？はい、会いたいです。韓国人の友達です。そうなんだ。何を聞きたいですか？彼女の仕事と生活を聞きたいです。どれくらい会ってないんですか？6年間前。オッケー。そしたら、今聞いたのは、どれくらい会っていないですかと聞いたので、何年前ではなくて、6年くらい。
合ってないですっていうといいですね。あ、はい。わかりますか？あ、はい。韓国、はい。韓国へ帰る前に、彼女は髪に髪を と、電子メールの アドレスを書いた。でも私は、その髪を そうなのね。あららら、じゃあ連絡取れないですか？紛失してしまったので、もう連絡が取れないですか？その髪を紛失した。連絡取れる？はい。あ、取れるんだ。あ、よかった。じゃあ韓国へ帰る前にっていう文章ですけど、彼女は韓国に帰る前にそうね、住所とアドレスを書いた紙を渡してくれましたね。はい。でも私はその紙を紛失してしまいましたですね。紛失してしまいました。はい。なくしたから連絡取れないかなって思ったんですけど、連絡は取れますね。でも連絡は取れるので大丈夫ですね。はい、ダメ。取れない？はい、なくしてしまったので連絡が取れませんですか？はい。あー、そっか、それは残念ですね。いやー、悲しい話だな、最後に。そっか、今日内容ここまでですけど、わからないことないですか？はい、はい、ありがとう。大丈夫？はい、はい。では最後じゃない、トゥイさん。はい。はい。もう連絡をしていない友達に会いたいですか？会いたくない。はい。実は、連絡をしていない友達がありません。ああ、すごいね。例えば、連絡していない友達があったら、ぜひ会いたいです。ああ、そうね。はい。OK。そしたら、これはね、実は連絡をしていない友達がいません。いませんですね。あ、いません。そうそうそう。それは違いました。そうね。連絡を、そう、実は連絡をしていない友達はいます。そうだね。うん。連絡、実はなくてもいいかな。連絡を みんな、ちょっとごめんね、分かんなくなっちゃった。でもこれで大丈夫ですね。いませんにすれば OK です。今日ここまでですけど、質問はありますか？ありません。大丈夫ですね。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後、アンさん。はい。はい、もう連絡を取ってない友達はいますか？いない。はい、すごい。そっか。すごいですね、はい。みんなと連絡を取ってますね。はい。じゃあ、もし、恋人？恋人は連絡取ってますか？はい、取ってないよ。恋人は連絡取ってないの？はい。なんでですか？日本へ来て以来、恋人を振ってしまいましたよ。恋人何？日本へ来て以来、恋人を振りました。恋人を振ってしまった。そうなんですね。じゃあそれは、
日本に、来る前に、うん、そう、うん、日本に来る前に恋人を振った恋人とは別れましたとかね、言いましたって言うといいですね。そうか、じゃあ新しく作らないといけないですね。うん、そうそうですね。じゃあ今日は内容はここまでですが、質問はありますか？今ないです。はい、OK。あったら、はい、あったら連絡してです。はい、わかりました。じゃあ、皆さん今日は12時になりましたのでここまでにします。ありがとうございました。はい、先生お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼いたします。はい、じゃあまた、はい、また話しましょう。ありがとうございました。